タヌキモの植芽植芽は、主に水生植物が形成する栄養分を貯蔵した芽である。ヒルムシロ属やタヌキモ属、ムジナモなどで見られる。コシトウガとも言う。マルバオモダカの植芽通常、気温の低下やヒナガの減少など、植物の生育に不適な条件に置かれると形成され、安い。そのような環境シグナルを受けると、植芽を発達させることが多い。 形成された植芽は公的な条件に置かれると発芽し、成長を開始する。そのため、植物体そのものは一年で枯れる場合でも、植芽で冬を越す植物は多年草として扱われることが通例である。植芽は糖分などの栄養分を貯蔵する期間としても有用である。また、不眠産のある条件下では、より植芽を形成しやすくなるという知見もある。 植芽をつける位置は植物によって異なるが、黒藻や昼むしろのように溶液に作る植物が多い。ただしが社木の植芽は地下茎に形成されるほか、タヌキモ族の各種は葉の先に球形の植芽を形成する。また丸葉おもだかのように本来花をつける部位から植芽を生じる偽体性のような例もある。植芽は元の植物体から容易に脱落し、 無償的な繁殖体として散布されることも多い。主に水流によって散布されることで、生息域を広げるのに貢献していると考えられるが、植物の分散能力、定着率などについての研究は少ない。井上瑞希散布型クローナル成長植物における分散と、空間構造、非散布型クローナル成長植物との比較日本。 生態学開始57ピアニッシュも238から244ありがとうございます。